侍の定義は、古くは、官位で、6位以下の中級以下の役人です。彼らは、朝廷の管理であると同時に、5位以上、長官クラスの人に仕える立場であったため、サブラー人ということで、侍と呼ばれました。後に、この階層から出た武士のことを言うようになります。では、どうぞ。日本の侍の実際の歴史を紹介したビデオが話題になっていました。侍が生まれた歴史的な背景や、時代によって変化する侍の定義について、詳しく紹介した内容になっています。そんなビデオに、海外の侍好きからは、絶賛の声が寄せられていました。侍は、朝鮮半島の先にある日本にユニークなものだ。にもかかわらず、日本は中国の影響を一番受けてる。天皇という意も中国から取り入れられた。平安初期には、唐の歩兵を採用していたが、蝦夷が騎兵を生み出した。平安側が蝦夷のゲリラ戦を採用すると、次第に蝦夷は同化されていった。この出来事が、初期の侍の形成に、大きな役割を担ってる。大和魂のコアは蝦夷の亡霊だと言われる。この時にいた氏族が、後に侍にとなる支配エリアのネットワークを形成した。侍は、刀を持った兵士ではなく、もともとは蝦夷の騎兵だった。平安時代後期になると、力をつけた侍が反旗を翻して鎌倉幕府を作る。将軍は、天皇の名のもとに税を行う存在だったが、その身、軍事独裁者だった。日本の歴史では将軍すら象徴で、大名が権力を握っていたことが多い。この時日本は、元とクビライ・ハーンの脅威にさらされていた。侍は、元に対して、奇抜な戦略を取り、最終的に、2つの台風によって、モンゴルの船は艦滅ぼした。西洋のナイトとは違い、侍は軍隊の主力だった。蒙古来襲によって鎌倉幕府が崩壊、足利幕府が誕生する。足利幕府は鎌倉幕府ほどの支配力はなく、最終的に大名同士の争いに発展。戦国時代が始まる。上杉謙信と武田信玄は、他と違って洗練された紳士による恒例の大会のようだった。毎年同じ場所で戦っていた。武田が塩の補給路を断たれた際には、上杉謙信が塩を送ったこともある。16世紀になると、こういう紳士的な戦いは減少、火縄銃が普及する。侍は、銃を不名誉だと思っていたというのも誤解だ。武田信玄も、1571年に300丁の銃を購入してる。誠実な描写とは異なり、当時の侍は、勝つために裏切り行為も行った。天下統一を成し遂げそうだった織田信長は、忠実だと思われた明智光秀に裏切られてる。1600年、徳川家康が関ヶ原で勝利したことで天下が統一され、徳川幕府が誕生した。侍は身分階級になり、幕府の公務を行うようになった。江戸時代には使うことのない刀を作って家宝にする侍も現れた。侍の軍事訓練は行われなくなり、日本のシンボルになっていった。武士道は、エチケットや礼儀を重んじるものへと変えられていった。武術も行われていたが、芸術的な意味合いのものになっていった。商人の階級が裕福になり、侍は、農民と同じ経済状態になっていった。主君を持たない浪人が、お金欲しさに盗賊などを行うようになる。国外からの圧力によって、最終的に、幕府は大日本帝国へ置き換えられ、侍は衰退する。侍が消滅したことで、武士道は、良い国民を意味するものへと変えられた。敗戦によって、武士道は歴史的モニュメントになったが、日本人は、今でも働き者で知られる。現代においても、侍の遺産は、明確に比ずる国に存在してる。侍日本古来の侍のカタカナ表記、そもそも矛盾している感じがします。西洋の先入観から作られた侍のイメージ。忠誠心や滅私奉公のイメージは、多少は騎士のイメージが混入していると思います。前世が強いです。